どうも、ハルトナノです。どうも、アシマテネガです。どうも、ハイチです。はい、というわけで今回はですね、久々に、受験生の方に向けてですね、我々が、質問コーナーということで、オナソリでおなじみ。オナソリ？オナソリ。オナソリ、大丈夫ですか？なんでかんだ言って、まともにね、やるの久々なんですよね。と言いましたが、嘘でーす！ドッキリでーす！ということで、ね、今回のドッキリはズバリ、質問の内容がだんだんめちゃくちゃ雑になるけど、それでも大真面目に答えちゃうドッキリです。はい、ということで、普段はふざけまくる僕たちですけども、今回はいつもと逆。さあ、いきなり真面目講師ハイチ先生はこの真面目な雰囲気にちゃんとついに超えてこともこれるのか。それではレッツチェックなんじゃろう。イエーガカガカだぜ。はい、一つ目の質問でございます。はい、今通ってる高校が通信制高校なんですけど、来年受験で今から不安で仕方ありません。どれだけ勉強しても不安です。花尾さんは受験前どうやって不安を払拭してましたか？自分は不安に思うことが悪いことだとさらさら思ってないんですよね。不安ってなくならないと思っていて、基本的にどんだけあっても不安だと思うので、なんか不安に思って手が止まるぐらいだったら、それを受け入れて今やれることやるっていう方に切り替えた方がいいんじゃないかなと思います。てか不安ってさ、なんかみんなやっぱ失敗することをやっぱ恐れるじゃないですか、日本人って、はい、別に失敗したからといってなんかそこで人生終わるわけじゃないじゃないですか、受験生に多いのはやっぱその受験で全てが決まっちゃうみたいな、なんかその世界が狭い考えてる、なんか社会にさ属するために勉強するんじゃなくて、自分を高めるために使おうよ勉強を。おー、いいこと言いますね。勉強の計画はどのように立てるのがおすすめですかという。僕は長期のやつと短期のやつがあったんですよ。少なくとも1年後こうなってたりとかは浪人時を考えてて、じゃあ今何するって言った時に、1年先って逆算難しいから、一旦1ヶ月先の目標を立てて、でそれを1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月やってたら最終的に1年後になってるみたいな。じゃあこの1週間何するっていうか、まあ、そのなんか目標がどん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 ちっちゃくなっていって、それをただ遂行してるだけでなんと目標の自分に近づいていってるっていう、なんか勉強って何の役に立つのっていうのはありますけど、そもそも自分自身をコントロールするっていうその過程こそに今意味があると。いや、本当そう。僕はそう思ってるんですけども、まあ、僕は結構ここに模試があるから、それまでにこの範囲を完璧に して臨みたいみたいな感じで、僕は模試単位で計画を立ててた気がしますね。次行きましょうか。センター英語が時間内に解けず、いつも大問1個丸々解けずに終わってしまいます。大問ごとに時間を計ったところ、長文にかける時間が人よりも各5分ほどかかってしまっているようなのですが、長文を早く解くにはどうしたらよいのでしょうか？その分析できてるんやね。その一歩踏み出せてる時点で俺はもうすでに半分解決されてるんじゃないかなって思います。あとはその時間内で解く訓練をするのがやっぱ大事で、長文時間かかる方って読むのが時間かかってるのか解くのに時間かかってるのか2つに分かれるんですよ、で読むのに時間かかってるんだったら多分読み方がちょっと間違ってるというか、丁寧に読みすぎたりとか、あとはちょっと単語力が足らなくて引っかかりすぎてるのかっていうとか、でもその多分対策法が違うので、まあ、そこはちょっともうちょっと分析するとまた変わってくるかもしれない。確かに。で、それは大事です。読めてるんだけど問題に時間かかってる場合も問題演習とにかくこなせば、経験値でどんどん差で短くなっていくので、ここまで分析できてる方だったらもっと分析もできると思うので、長文っていうのは必要な情報を適宜取り出していくっていう作業が非常に大事ですから、そういうのは企業的な観点から見ても大事なんじゃないかなと。いや、まあそうですね、はい。続いての質問です。科学の実験とかで、よく中和滴定をしますが、その際に入れすぎてしまって中和滴定を失敗してしまいます。その中和滴定を失敗しない方法を教えてください。これはビュレットをどう使うかっていうのは非常に問題です、まあ、そうですビュレット使えばいいんじゃないですか。でそういうね、細かいところまでこう調節できる人っていうのはやはりその繊細ですから、そういうのはやっぱ企業的な観点から見ると大事なんじゃないかなと。まあ確かに。質問ですと。髪の毛の色を染めてもいいんですけども、今青髪から緑に髪色が変わっているのですが、次は何の色がいいと思いますかという質問ですね。今が青から緑になったということなんですけど、次は何色がいいですかという質問です。受験っていうのは目が疲れるスポーツですから、まあ、一般的に緑のものとかね、やっぱ優しい色なんで、緑っていうのは受験には適している色だとは思ってます。なんで、まあ一応そのままでいいのかなとは思ってますけど、どうでしょう。
まあ、逆に刺激的な色をして相手にダメージを与えることもできるところですよね。でもやはりそういった髪色みたいなそういうギミックで相手に不安要素を与えるっていうのは我々としてはできれば避けていただきたい方法ではないでしょうかね。試験会場でたまにやたら筆圧強いやつありません？ああ、カクカクカク。そういうので、類ですか？他者を攻撃してくる受験生っていうのは、できれば消えていただきたい。続いての質問です。こんにちは。という質問でございます。これは、こんにちはのこんにちっていうのは、はい、今日と書くんですね。日本人で今日は何すると、今日はってめっちゃ多いんですよ。あれの追い読みからこんにちはという風になったと言われているんですよね。その点に関してはどう思います？どう思いますどう思うかって今ちょっと初めて聞いたので、あ、そうなんだっていうところだったんですけど、それはあのポケモンにソーマンスというポケモンがいるんですけども、その関連性についてはどう思います？まあ、ソーマンスに関してはおそらく今地方の方言から始まっているのかなとはちょっと聞いてて感じました。ソーマンス。次の質問です。はい。試験中に緊張してしまうといつの便意を催してしまいます。しかし素直に行けばいいものを手を挙げるのが恥ずかしくて漏らす寸前のところでやっとトイレに行きます。手を挙げる以外でトイレに行く方法はありますか？ああ、解決策がそっちのベクトルなんですね。鉛筆とか出たらちょっと便に来たよっていう合図だよって事前に言っとくってなんですか？願書を書く時点で注意書きのところになお便を催すと鉛筆立てます。ああ、いうのはまあ一つ策ですね。策としてありますね。はい。その他方法は何かございますか？まあ、ちょっと会場によってはあのインフルエンザとかにかかってるっていうと別室受験させてもらうところもあるんですよ。ああ、ありますね。そうすると誰の目にも触れることなく、あ、インフルベンザ、インフルベンザと言ったらね、こいつは口頭のギャグを使えるやつだということで、まあ、分かってくれると思いますので、周りの受験生からはインフルエンザと思われつつ別室でうんちをしながら受験することができると。最悪その場でするっていうのも一つ手かなと思っていて、で試験官に事前に携帯を渡しておいて鉛筆立ててブリブリっとするんですけどもその時にあの音姫鳴らしてもらって何事じゃとならないわけです、ね。ああ、確かにね。はい。まあ何事も受験っていうのは本番を想定した上での事前準備ですから、そういったその校門周りの対策っていうのは大事ですよね。では次の質問です。受験勉強の際に机に向かって勉強をするんですけども、気がつくといつもすぐに正規を触ってしまいます。どうすればいいですか、という質問です。なるほどね。まあ分かりますよね。その息子が溜まってっていう視線を投げかけてくる。どうですか、林さん。これ路線としてはまあ発散させるか禁欲させるかっていうところあると思うんですよ。まだタイプによって分かれると思うんですけど、まあ、基本的には禁欲をしたい。あ、でももうルーティンにしたいんじゃないですか。毎週土曜日はベッド見て対応するっていうそれさえもルーティン化してしまえば仕事に何かあるわけですから。そうです。その息子と戯れるっていうのもまた一つこの受験勉強の一環なんだと思うことで上手に付き合っていける。でもなんかちょいちょい仕事と思いながら技術を学ぶってこともできますよね。あの小出しにするとかそういう技が後々生きてくる可能性とか別にゼロじゃないと、うんうん、確かにゼロじゃない。さっき言ってたやんか、自分の能力の価値の向上のために勉強はする。そうです、そうです。実は今そこでもやってるんだって思うことができれば、別にそれに後ろめたい気持ちを持つ必要もないし、うん、そうですよね。だからその行為自体に対してネガティブな印象を持ってるっていうことがそもそも間違いで、根本をたどればすごい大事な問題ですので、やっぱ適切な処理っていうのは、まあ、書籍にして販売してもおかしくない。いや、そのレベルで世の中はそれを欲している。やっぱそれ自体がやはりその正規 の、その能力の衰えを防止しますから、若い時代にそういうの対策しとかないと、いざ子供欲しい時に発射できないなんていうこともありますから、常にやっぱロケットと一緒で整備を怠ってはいけないんですよ。で、まあもう一個言うと、ロケットと一緒で、しっかり発射日を決めておく。そうですね。観客とかも用意して。はい、そうそうです。で、たまに、制約することもあるというわけで、
以上、真面目な質問コーナーで時々変な質問が混じってきて、僕らが真面目に答えたらハイチさんはどう答えるのかドッキリでございました。ありがとうございました。またかよ、もう。いや、もうね、笑いと笑いかった。もう僕もちょ、いつ、もういいんじゃないですかって言おうかと思ったんですよ。